ネクロマンシー。時間は全部この木の中よ。なぜ時間を負債の返済に使わずに溜め込んでるんだ。人の命を救える時間を負債の返済なんかに充てると思う？そういうことか。わかった。何か手伝えるか。時間軸は前後しますね。被験者は前に進んでもらえる？被験者？え？議会速報。オーストラリア錬金術コミュニティに愛されていた人物で、ターミナルのオーナーであったチェイ・ウー氏が亡くなられたことをお知らせします。チェイ、死んでんの？錬金術と物質魔術のイノベーターであり、店を訪れる人に分け隔てなく友として接した者として悼まれるでしょう。チェイはすでに死んでいる？再挑戦する準備はいい？ああ。今度は殺さないでくれよ。え、一回目で死んだってこと？ええ、アシュリー、やるわよ。準備 OK。嫌なことだ。問題だと思うのか。不自然だな。このような意志を持たない生物の中に時間を保管するなど。意志はなくとも痛みは感じる。この儀式に伴う苦痛は大きい。参加者全員にだ。そうなのか？ああ。だがもう最後まで見届けるしかないようだな。どの程度の惨事で済ませられるのか拝見しよう。うわ、ワクワクだな。小生、妖怪、分離、接続、腐敗、凝固、供給、消化、発酵、紅葉、倍化、投影、接続。すごいいいとこだけど、なんかもうペペローション出てきたようにしか見えないんだよね。すごい、サービス始まりました。これでいけるはず。どう？こっちは問題ないわ。いけそうね。いけそうねはね、絶対ね、フラグだと思うんだよね。始めましょう。パワーを80倍に増加。始めましょう。パワーを80%に増加。供給。大ごとになってきましたね。出力は安定。よし、次のセグメントは起動中。調子はどう？いい感じ。接続は半分開いてる。とにかく集中して。とても良くない色に輝き出しましたけど、ちょっと問題が。もっとエネルギーが必要よ。うん、増やしてるよ。でも電動管が溶けるかも。ああ、くそ。やっぱり溶けてる。アシュリー、言葉遣いに。供給。くそ。
バイパスして。ワイヤーは直せるけど他に何ができ。それをやってすぐに。今やる。接続の完了まであとどのくらい？接続の完了まであとどのくらい？今約 90%。壊れたね。くそ。ダメダメ。やり直す？ワイヤーを補強すれば解決するはず。ええ。成功するまでやるのよ。成功化しよう。リセットして再開よ。調整、分離、接続、検油？初めて聞きますね。またなの。あとちょっと。どうかな。できた。いや、なんかすんごい危ない感じになってる。やった。消火開始。消火。やったね、マディ。次は、接続はできたから、あとは時間を手にするだけ。気分は、チェイ。む、あまり良くない。え？チェイさん、すごい、白目になって大丈夫？消化。ダメ。わかったからやめないよ。ここまで来たのよ。今さら諦めるつもりはない。マディ。抑えきれない。手から抜け出る。エネルギーレベルがまた落ちてきた。もう少し持たせられるかやってみて。私、ルート変更。どうなりましたこれ。もう一度試す？やめるつもりはないわ。電動管はあと一回しか持たないはず。次で間違いなくオダブツ。もしかしたらマディもオダブツかも。くそ。じゃあアシュリー、位置について。今度は成功させないと。やめろ。もう、やめるんだ。ダメよ。あと少しだったの。本当よ。俺を引き戻すな。私、もういい。もう十分付き合っただろう。君は最善を尽くしたけど、君の能力を超えてるんだ。俺は行かなければならない。君を受け入れるべきなんだ。これ以上自然の流れを歪めるべきじゃない。君は俺がこっちに残りたいかどうか一度も尋ねようとしなかった。君は俺の代わりにことを決め、その過程で自分自身と周りの全ての人を傷つけたんだ。もういい。行かせてくれ。
わかったぞヤコビ、お前はクソったれなゴミチキンだ。クソったれなゴミチキン、ちょそこまで言われる筋合いないと思うんですけどね。へ、まさかカニは寿司やゴミを食わん、そんなことわからないだろ。寿司やゴミを食べる動物といえば通称ゴミチキン、通称ゴミチキン、つまりオーストラリアクロトキだ。クロトキはやめてくれ、僕たち本当は白いのに。ほら、あは、ボロを出しましたね。チキンらしいな。チェ、もういいよ、別な話を。それ典型的な話のそらし方じゃないか。いや真面目な話さ、さっき起きたことを見た？ええ、ひどかったですね。あの儀式、旗から見てるのすら辛かったです。君はチェイが死んだ時いなかったけど。覚えてるよ。あいつら何事もなかったかのように振る舞ってたな。ええ？それにあの二人は儀式の前から失敗の可能性なんて微塵も考えてなかったぞ。バカだね。そうだな、俺らがいるのもあいつらのおかげだ。敬意は払わんとな。このカフェにはちゃんと考えて行動する人がいないように思います。そうだね、この場所は人に妙な影響を与えるんだ。空気中の魔力が多すぎるのかもね。さあどうだろう、あの人たちこれから大丈夫でしょうか。うん、僕ならあんなことは許せないね。この場所に無理やりつなぎ止められて、魂そのものがだんだん崩れていくなんて、大貧縮ってやつだよ。正直俺にはわからん。でもマディは自分のしたことについてよく考えるべきなんだろうな。亡くなってるのに離れられない、マメッコ、これアシュリーだね。ジーヤ、トモ、禁止、儀式、仮面、老人、これはチェイさん、これもチェイさんだよね。おもちゃいさん、仮面はマディ、儀式、魔術、マメッコはシュリ、禁止、知識か。地下で移動できるようになりましたね。これはん？こっから出るのかな？ターミナル。永遠の性の是非。エスプレッソマシンがまた故障。なぜいつもこうなの？とマディはため息をつき言った。いつもこうってわけじゃないさ。とチェイが言う。エスプレッソマシンがまた故障、なぜいつもこうなの？とマディはため息をつき言った。いつもこうっていうわけじゃないさ、とチェイが言う。そうね、昔はこうじゃなかったわね。時間を遡ればこの店のエスプレッソマシンが問題なく動いてた時代にたどり着けるわ。さらに遡ればエスプレッソマシンが存在しない時代もあったぞ。マディはカウンターの下から朝に開けたシャルドネのボトルを取り出した。すでに半分になってる。
これってもしかして、お前らはどれだけ恵まれてるか、わしらの時代は、と年寄りモードで説教されるパターン？いや、とチェイは言う。物事は楽になっていない。逆に色々と大変になってると思う。だから対処するのに最新のテクノロジーが必要になるんだ。チェイはマディの持つワインボトルを顎で指し示した。それ俺にも進めてくれないのか？それともボトルの首を締め続けて殺すつもりか？マディはチェイにグラスを注ぎ始めた。昔はどんな感じだったの？まずはグラスなんて目にかけなかったな。それはサングラスは珍しかったでしょうけど、メガネは最近の発明じゃないでしょう。ベンジャミン・フランクリンの絵を見たら、ジーヤ。それあるにはあったさ。でも使わなかったんだ。ボトルから直接飲んでた。そっちのグラス？ああ、そうさ。グラスは面倒だからな。なくなるし洗う必要もある。ボトルをみんなで回して飲む方がはるかに楽だった。そうかもしれないけど、店の常連客からしたら常に綺麗なグラスで飲みたいでしょうね。そうだろうな。それも昔と違うところだ。今では誰もが自分の飲むものにこだわる。それって今時の若者は好き嫌いが多いとかいう愚痴の遠回しな言い方？違うな、トゥチェイ。少なくともそういうつもりはない。今の人はその時々の瞬間を楽しんでるんだろうな。俺らがソックジュース、靴下ジュールを飲んでた頃は、飲み物というのはカフェインのような興奮剤を体に取り入れるためだけのものだった。抑制剤でも一緒だったな。ソックジュースってなんか気になるけど、聞いたら後悔しそうね。昔はコーヒーフィルターなんてなかったからな。なかったから、代わりに靴下を使ってたんだ。綺麗な靴下を使ってたから問題ないぞ。マディは急に体調が悪くなったかのような顔で目を閉じた。さっき人が瞬間を楽しんでるとか言ってなかった？世にもおぞましいコーヒーの入れ方の話で脱線する前に。世にもおぞましいコーヒーの入れ方の話で脱線する前に。ああ、そうそう。現代社会では今生きてる人がいないとか、そういうイメージがあるだろ？でも、どちらかといえばその逆じゃないかと俺は思ってるんだ。今は誰もがその時々の瞬間を楽しむことに夢中だ。昔は自分がどこへ向かっているのかということばかり考えていたのにな。昔は自分がどこに向かっているかということばかり考えていたのにな。え、例えばどこへ移民しようとか？え、例えばどこへ移民しようかとか？ちょっと違う。とりあえず最近はここに来て、天国と地獄について尋ねる人が減って驚いてるよ。100年前の人ならこの世を去る前にこんなところへ立ち寄ったら、真っ先に知りたがるのは、ここはどっちの場所ですか？だった。一時的な停留所だと分かったら次は、私はどっちへ行くんでしょう？だ。そんな質問は今だって多いわ。ああ、だけど数は減ってる。しかも昔の人のは死に直面して急に心の中の優先順位が変わったとかじゃなかった。普段から自分のことを神を恐れる人と言って生活している人が多かった。それが人生の当たり前な要素だったんだ。だけど今はそうじゃない、とチェイは肩をすくめていった。もっといろいろ心配しがいになることを見つけたのかな。当時は今ほど複雑じゃなかったし、やれることも少なかったから。チェイはシャルドネを一口飲んだ。俺が永遠に生きることができそうでよかったよ。地獄に行くのが怖いの？当たり前だろ。俺は罪を犯しすぎて天国には絶対行けないからな。あなたは悪いことよりいいことを多くしてるでしょ？その釣り合いの問題じゃない。あなたはプラスに傾いてるはずよ。いや、そういう仕組みじゃないと思うんだ。俺はたまたまいいことをしていることが多い悪人なんだ。そう。でも、天国に行くには十分でなくても、私には十分すぎるわ。だからあなたが永遠に生きられるのは確かにいいことかもね。そして、永遠に生きるはずだったチェイさんは、旅立ちの時が迫ってるってことですね。上かな？さあ、次のストーリーが待っていますが、実験の被害者がね、ちょっと想定外にチェイさんだったと。しかも、有給の時をね、生きているかのような発言をしていたチェイさんですけれども、実はすでに亡くなっていて、もうね、旅立たないといけない状態だということが分かりました。
結構ね、お話が大きく動き出しましたけれども、チェイさんはね、このままやっぱり旅立ってしまうんでしょうか。そしてね、実験。これはね、もう一度ね、行われることはないんでしょうか。ちょっと先が気になってね、しょうがないんですけど、時間がね、長くなりましたので、今回はこの辺りで区切りにしたいと思います。では、今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。じゃあね。